また妙な大会に巻き込まれてしまったな。参加するべきかどうか迷うところだが。そうだね、みやび。全く馬鹿げた話だよ。水鉄砲で打ち合いだなんて。まあ、そんなことをしたら服がびしょ濡れのスケスケになってしまうしな。みやび、これは妙な大会なんかじゃない。最高に素晴らしい大会だよ。僕はこの大会に全身全霊を込めて参加するよ。やれやれ、エロデコの妄想がまた始まったわ。エロデコ？それは一体誰のことだ？他に誰がいるっていうの？エロさでギラギラ輝いてるわよ、そのおでこが。なんだと？イムちゃん待って、怒ったんだからリョーマちゃんをぶって、罵りながらぶって、恥ずかしめながらぶって、さあカモン。えい、キャオーン。ってなんで紫ちゃんがリョーマちゃんをつねってくれたの？お姉ちゃんを困らせたら目です。おお紫、さすが僕の妹、ありがとう、助かった。えへへ、紫ちゃん可愛くて優しいんだね。しかもつねり方も上手だし、リョーナちゃん紫ちゃんみたいな妹が欲しいかも。はあ、な、何よ、劉備が妹じゃ不満だっていうの？このバカ犬、ちょっとこっち来なさい。紫よりもうまくつねってあげるから。キャーン、やってやって。みんなおふざけはそれまでだ。予選1回戦が始まるみたいだぞ。って結局参加することになるのか。まずは一勝、さすがみやびだ、完璧な式だったよ。だといいんだがな。何かお悩み事？蛇女は個性派揃いだ。それだけにどうやったらみんなを引っ張っていけるのか、私だって悩むことだってある。それは大丈夫だよみやび、今の試合すごく盛り上がっただろう。そうだな、確かに熱くなった。うんうん、やってみると意外に熱くなるものだよ。みやびの濡れ濡れ水着で興奮マックスさ。いや、そうではなくてだな。私が言いたいのは、これはこれで忍びの修行になるかもしれないと。だよね、僕が考えてたのも同じことさ。そんなの当たり前じゃないか。ふーん、濡れ濡れ水着で興奮マックスって言ってたけど、それの何がおかしい。僕が言ったのは水着じゃなくて、ほらあれだよ、水遁の術、濡れ濡れ水遁で興奮マックス。何もおかしなことはないだろなあみやび。そうだな、そういうことにしておくか。次で興奮マックス。え、お姉ちゃん濡れ濡れ水着だよ。興奮マックスになったな。バカなこと言うな、妹の濡れ濡れ水着で興奮したらさすがに変態だろう。じゃあやっぱりみやびの濡れ濡れ水着では興奮してたんじゃない。それは。いかんせん緊張感に欠けるようだな。しかし計画のためにはどうしても PBS が必要なのだ、ミスター K よ。は、
状況は見ての通りだ。早急に手を打て。かしこまりました。忍びたちよ、戦うのだ。真の楽園のために。みんな、いいか。参加するからには優勝あるのみ。蛇女の誇りにかけて、他の学校に負けることは許されないぞ。ねえねえ、イムちゃんは優勝したら何をもらうの？え？それは秘密だ。何よ、秘密なんて言われると気になるじゃない。教えなさいよ、今すぐに。やだね、誰が教えるもんか。教えないなら当てるまでよ。イムの欲しいもの、欲しいもの、わかった。おでこ隠しね。なんだよそれ。別に僕はおでこを隠したくはない。隠してよ、眩しいのよそのおでこ。エロさでギラギラ輝いて。僕のおでこは輝いてない。ふん。あ、みやびの水着が破れてる。何？ほら光ってる。エロいこと考えてるからよ。ああ、これは違う、違うんだ。そろそろ予選の2回戦が始まるぞ。頼むから集中してくれ。もちろんだよ、みやび。試合中にみやびの水着が本当に破れても大丈夫。みやびのポロリは僕が守る。なんかだんだんバカバカしくなってきたわ。さ、会場に行きましょう。あ、そうだな。それじゃ、ベベタンはここで待っていてね。水に濡れちゃうから。おう、気をつけて行ってきな。みんなの足を引っ張るんじゃねえぞ。うん、大丈夫。さ、みんなの後を追いかけないと。ヘイ、そこのデカ盛りガール。私のことですか？イエース、デカ盛り大盛りおっぱいモリモリ、みんな揃ってカチンコチン。何の用でしょうか？私急いでいるんですけど。ユーの仲間のデコフラッシュガールがこんなメモを落としていったんだ。渡しておいてくれ。メモ？確かに渡したからな。それじゃあとは頼むぞ、デカ盛りガール。このメモ、何が書いてあるんだろう。お姉ちゃん、紫、いいところにいた。料理を知らないか？見てないけど。あいつ、あちこちで僕のことをデコフラッシュガールって言いふらしてるみたいなんだ。絶対に許せない。僕のおでこはエロいことなんかでは輝かないっていうのに。言っちゃった。このメモ渡そうと思ったのに。これ何が書いてあるんだろう。ただのメモだし、ちょっとだけなら見てもいいよね。マイドンブリ、無難すぎか。かわいいぬいぐるみ、恥ずかしがりそう。フリフリのついた洋服、何が何でも着せたい。みやびは一体
何が欲しいのかな。これお姉ちゃんがみやびさんの欲しいものを考えてメモしたんだ。みやびさんいいな。お姉ちゃんにたくさん思ってもらえてて、私とみやびさんならお姉ちゃんはどっちが大事なのかな。紫、急にどうしたんだよ。何を怒ってるんだ。私がなんで怒ってるのかお姉ちゃんはわからないんだね。僕が紫に何かしたというのか。なんだろう、ごめん、本当に心当たりがないんだけど。じゃあもういい。私のことは放っておいて。紫、どうしたんだ。何か思っていることがあるのならそれをちゃんとイムに伝えるんだ。みやびさんは黙っててください。え、ごめんなさい。私つい3回戦が始まるみたいです。私先に行きますね。紫、一体どうしたんだよ。ちょっと一人になってくる。紫、待て。ちゃんと話をしないか。イム、少し紫を一人にさせてやれ。自分の言葉でちゃんと説明するためには気持ちを整理する時間も必要だ。そっか、分かったよ、みやび。紫、話したいことがあったらいつでも声をかけてくれ。私でよければいつでも話を聞こう。紫は紫で変に賢くなっちまうよりも素直に感情を出していこうぜ。溜め込んでも腐ってく一方だ。気に入らねえもんは気に入らねえ、そう叫ばないと何も変わらねえよ。そうなのかな。かしこまりました。はい、くん、作戦の方は、いえ、とんでもありません。この匂いは。はい、順調です。忍びたちのエネルギーが蓄積しだしました。あの人は誰かと電話で話してるみたいだけど。このまま決勝戦まで進めば目的は達成することができるはずです。目的を達成、何のことなの。ただいま。みんな、あのね、さっき向こうで。紫、よかった、間に合ったか。とんでもない強敵が
私たちに勝負を挑んできたぞ。え、久しぶりだなお前たち。鈴音先生、ミス R の格好はもうやめたんですか？何の話だ。ミス R なんて聞いたことがないぞ。ずっとこんな感じなのよ。どれだけ聞いてもごまかすの。ごまかしてなどいないぞ私は。ただまあ、その話でこれ以上突っ込んでほしくないのは事実だが。わかりました。ミス R は鈴音先生ではない。この話はこれで終わりにしたいと思います。助かるぞ雅。でも私たちと勝負って、鈴音先生も P1 グランプリの参加者なんですか？いや、そうではない。だからお前たちを倒して参加権をもらい受けるつもりだ。どうしてそんな。私は優勝する、たとえどんな手を使ってもな。そっか、分かっちゃった。鈴音先生も優勝して何か欲しいものがあるんだね。それ以上はノーコメントだ。さあ始めるぞ。どうしよう、さっきの話を言いそびれちゃったけど、でももう試合だし後で話せばいいよね。鈴音先生、優勝したかったのに。お肌の張りが9歳若返る薬が欲しかったのに。キリア先生に昔のピチピチな頃の私をもう一度見せたかったのに。9歳若返るとか妙に具体的なのが涙を誘うわね。いいじゃないか、先生はいくつになっても乙女なんだ。私としたことが取り乱してしまった。今のは見なかったことにしてくれ。はい、わかりました。鈴音先生、 PBS には何か別の目的があるんですか？何？紫、何を言い出すんだ？ミスター K って人が誰かと話しているのを聞いたんです。鈴音先生ならその意味がわかるんじゃないですか？鈴音先生、どういうことなんですか？今はお前たちの質問には答えられない。しかし PBS を最後までやり通せば、おのずと真実ははっきりするだろう。さあ次の試合の準備を進めるがいい。はい、わかりました。雅、お前はちょっと待て。はい、何でしょう？一つ聞きたいことがある。聞きたいことですか？今のチームの状況をリーダーとしてどう考える？それ以上は言わずともわかるはずだ。どのようにチームをまとめるか、やり方は人それぞれだ。お前なりのまとめ方を期待しているぞ。私からの話はそれだけだ。はい、わかりました。期待に応えられるよう頑張ります。私なりのまとめ方か。紫、ミスター K とはどこで会ったんだ？あるものを渡されたの。誰かの落とし物。落とし物？心当たりない？え？僕が落とし物？ちょっと待って。財布はあるぞ、スマホもあるし。いや、僕は何にも落としていないぞ。そう、しらばっくれるんだ。あんな大事なものを落としておいて。
何なんだよ、そこまで言うなら何を落としたのか教えてくれよ。やだやだって、なんだか変だぞお前。いいじゃない別に。紫、いい加減にしろよ。どうして僕の気持ちを逆なでるような言い方をするんだ。人の気持ちを逆なでてるのはお姉ちゃんの方だよ。なんだって。何か考え事？いや、何でもない。イムと紫の喧嘩のことを気にしてるんでしょ。確かに二人があんな状態じゃこの大会で優勝するのは無理ね。みやびはリーダーなんだからさ、黙って見ていないで何か手を打ったら。待って、ここはリョーナちゃんにお任せを。トラブル解決のいい方法があるんだな。これか。はあ、あんたみたいなバカ犬に何ができるってのよ。へっへー、リョーナちゃんに任せてワンワン。ちょっとあんた何をする気なの。リョーナ、後ろで火が燃え上がってるわよ。トラブルを解決するにはね、もっと大きなトラブルを起こすしかないと思うの。姉妹喧嘩なんて霞んじゃうくらいの。バカ。だからって会場に火をつけるやつがいるか。ほら見なさいよ、船が右に大きく曲がってるわ。って、それはおかしいっぱい。こっちはおかしいやばい。てね、どうよ。ダジャレを決めて勝ち誇ってる場合か。直ちに消火活動だ。なんとか収まったな。みんなごめん、うちのバカ犬はちゃんとしつけておくから。キョンキョン、お仕置き大好き。今すぐやってやって。そんなにお仕置きがお望みならバカ犬の丸焼きにしてやるわ。わおーん。外はこんがり、中はジューシーでお願いね。みやび、少し肌が赤くなってるよ。ほら、すぐに冷まさないと。私なら大丈夫だ。それよりも紫は大丈夫か。そうだ、紫、やけどとかしてないか。私は2番目。おい紫ってば。怪我がないならいいんだけどさ。なんだよあいつ。そう言うな。紫はただお前にもっと見てほしいだけだ。僕が紫を見てないっていうの？そんなわけないよ。あいつはたった一人の妹なんだし、大事に決まってるよ。そうだな、お前が紫を大事に思っていることは知っている。しかしその思いが紫に伝わっていなければ気持ちはすれ違うことになる。思いはちゃんと言葉にしないと伝わらない。黙っていても分かってもらえるというのは相手への甘えだ。分かったよミヤビ、ちゃんと紫と話してみるよ。それがいい。私なんであんな態度を。お姉ちゃん怒っちゃったかな。どうしよう、ベベタン。やっちまったもんは仕方ねえ。今さらどうしようもねえよ。それにあんな態度もお前の本心の一部だ。ありのまま湧いた感情を受け入れろよ。じゃなきゃイムだって気づきやしねえ。そうなのかな、私とお姉ちゃんの関係遠くなっちゃってないかな。忍びとしてはそれでいいのだ。誰ですか。慣れ合いを続けていては強くはなれん。孤立や対立を恐れぬ者こそが力を手に入れることができる。どこにいるんですか。姿を見せてください。紫。
お前のことは調べさせてもらった。お前はいい。長い間心を閉ざし、自分の世界に引きこもってきた。私の楽園にふさわしい女だ。楽園？私はお前の敵ではない。全てが終わった時迎えに行く。待っているがいい。そこです。いない。逃げられた。一体何が起ころうとしてるの？私怖いよ、お姉ちゃん。なんでよ、料理ちゃん。こんなの絶対ひどすぎるよ。あんたが悪いんでしょ。火事まで起こしてみんなに迷惑かけて。料理さんとリョーナさん、どうしたの？いや、お前がいない間に二人が喧嘩を始めてな。どうしてこんなことするの？違う、どうして何もしてくれないの？お尻叩きもムチもろうそくも罵倒だってしてくれないじゃない。なんでお仕置きしてくれないの？当たり前でしょ。お仕置きしてもあんたは喜ぶだけ。そんなの罰にならないもの。だから普通に怒るだけにしたの。無視したりすると放置プレイだとか言って、またあんたは興奮するからね。すごいな、料理はリョーナの嫌がるツボを心得ている。いいもん、お仕置きがないんだったらリョーナもっと悪いことしちゃうよ。そしたら優しく叱ってあげるわ。頭を撫でながら諭すようにね。そんなの気持ちよくって全然気持ちよくない。もっと痛くて気持ちいいお仕置きがいいの。それはダメね。反省するまではお仕置きはなし。ヨービちゃんのバカ。なんかすごい世界だな。ああ、この二人が仲間ということに少し恐怖を感じるよ。リョービとリョーナの二人まで喧嘩か。こんな状態で次の4回戦大丈夫なのかな。もうリョーナちゃん、リョービちゃんなんて知らない。あ、リョーナ、どこへ行くんだ。放っておいていいわよ。どうせそのうちに寂しくて帰ってくるわ。困ったな。イムたちに続いてリョービたちも喧嘩か。姉妹というものは大変だな。すまない、ミヤビ。僕がしっかりしていないばっかりに。してほしいよ。痛いお仕置きしてほしい。目、一人で会場を抜け出して。リョーナさんはダメな人です。紫ちゃん、目、仲直りしないとダメです。まさかリョーナちゃんを罵倒してくれたの？料理さんほどうまくはできないけど。紫ちゃん、ありがとう。リョーナちゃんのことを心配してくれたんだね。私とお姉ちゃんがうまくいっていないから、せめてリョーナさんと料理さんには仲良くしてもらいたくて。もう無理だよ、リョーナちゃんのこと罵倒しないリョービちゃんなんて。嫌いだもん、妹じゃないもん。リョーナさん、そんなこと言ったら。それでいい。慣れ合いなど必要ないと言ったはずだ。え？誰？またあなたですか。情念がお前たちを強くする。
感情がお前たちに力を与えるのだ。でも私たち本当は仲直りをしたいんです。ならばここで思い切り罵倒すればいい。大声で吐き出せば気持ちも楽になるだろう。気配が消えた。お姉ちゃんの HM がね。紫ちゃん急にどうしたの？罵倒すればいいって言っていましたから、ものは試しです。リョーナさんもやってみませんか？うん、罵倒するのは得意じゃないけど。リョービちゃんのバカー、嘆きの貧乳スナイパー。少しはすっきりしました？そうだね、でもまだモヤモヤしてるかも。はい、私もまだモヤモヤしてます。きっと顔を見たらまた嫌なこと言っちゃうな。はあ、とうとうここまで勝ち抜いてきたぞ。次は最終予選だ。お前たち準備はできているか？リョーナさん、このお菓子美味しいですね。そうだね、紫ちゃん、二人で一緒に食べると美味しさ倍増だね。何なんだこの気まずい空気は。紫、さっきからリョーナとばかり話をしてるな。どうして僕を無視するんだ？僕に何か悪い部分があるなら謝る。だけど理由もわからないままじゃ謝りようもない。欲しいものメモ。なんだそれは。まだしらばっくれている。そんなお姉ちゃんとは話したくない。リョーナ、みんなに謝罪の言葉はないの？勝手に一人でどこかに行っちゃってさ。みんな心配かけてごめんね。火事のことも本当にごめんなさい。やけに素直じゃない。最初からそうしてればよかったのよ。じゃあほらお尻出しなさいよ。ご褒美にお仕置きしてあげるから。どうしてお仕置きするの？リョーナちゃん悪いことしてないのに。え？あんた何を言ってるのよ。リョーナちゃん今紫ちゃんと遊んでるからちょっと放っておいてくれる？勝手にしなさい。こっちだってその方が先生するわよ。まずいな、こんな時こそリーダーとして私が何とかせねば。イムと紫、いい加減にしろ。リョービとリョーナ、お前たちもだ。姉妹といえどもいろいろと思うことはあるだろう。だから喧嘩をするなとは言わん。だが戦いに私情を持ち込むのはやめろ。忍びは常に冷静に静かな水面のような気持ちで戦わねばならんのだ。忘れたのか、感情に飲まれたまま戦って以前の私たちはどうなった？傷だらけで目覚めた病室で二度とあんなことは繰り返さないと心に誓ったのを忘れたのか？そうだね、ごめんみやび。悪かったわ、みやびの言う通りよ。よし、それなら腹を割って話し合ってみんなで仲直りだ。はい。お姉ちゃんのHM がね。この声は紫？エッジメガネって。リョーナちゃんのバカー、嘆きの貧乳スナイパー。
今の声はリョーナ。違うの、リョーミちゃん。これは その会場中に妹への悪口を響かせて何が面白いわけ。お姉ちゃん、そんなせっかく仲直りできると思ったのに。さて、いよいよ準決勝となったわけだが。ごめん、みやび。試合が始まるまで向こうに行ってるよ。りょうびも。どうしよう。なんでこんなことに。あんな声さえうまければ仲直りできたはずなのに。話を聞いた限りだと犯人は PBS の運営側の人間だな。問題はなぜ私たちを仲たがいさせようとしているかだが、鈴音先生の言う通りならば優勝することによって真相がわかるはずだ。でもこんな状態で優勝できるかな。イライラした感情を相手にぶつけることでもしかしたら逆に戦いを優位に進められる可能性もあるが、前にも言った通り忍びとしてそんな形で優勝しても意味がない。全員一丸となって戦って勝つ、それが蛇女の勝利なのだ。蛇女の皆さん、次の試合はよろしくお願いします。次の相手はお前たちか。参ったな。生半可では勝てぬ相手だ。あら、劉備さんとイムさんはどちらに。それはですね、今野暮用でいないだけだ。お前たちが気にすることじゃない。我の面を貸してやってもいいぞ、みやび。どういうことだ。動揺が顔に現れているということだ。とても残念に思います。できることならベストの皆さんと戦いたかったですが。いらぬ心配をするな。私たちはいつでもベストの状態だ。そうですか。では試合を楽しみにしています。態度に余裕が感じられるな。かなり自信があるということか。みやびさん、ごめんなさい。私たちがあんなことをしなければ。どうしよう、りょうなちゃんたちが仲の悪いままじゃ勝てないかも。心配はするな。お前たちの分まで私が戦えばいい話だ。え？長い間無理をするわけではない。お前たちが仲直りしたら今度はその分休ませてもらうさ。みやびさん、さあ行くぞ。何も恐れることはない。蛇女の誇りがある限り私たちは負けはしない。なんとか勝てはしたか。みやび、みやび、ごめんよ。みやび、僕たちのせいでみやびに無理をさせて。気にすることはない。お前たちが仲直りするまでは私に任せておけばいい。あんた何言ってるのよ。一人でこんなにボロボロになって劉備たちが仲直りしなかったらどうする気なの。するさ、必ず。だからなんでそんなことがわかるのよ。わかるさ、私たちは憎しみを超えて仲間になったのだから。みやび、そんな私たちだからこそ憎しみに心が奪われることはない。紫、あっちでゆっくり話せないかな。お姉ちゃん、私ちゃんと話がしたい。どうやらこれ以上は無理しなくて良さそうだな。ならば少しだけ休ませてもらうとするか。
忍びのエネルギーは順調に集まっているか。はい、 PBS の効果は抜群です。これで封印の方も問題ないと思われます。計画通りというわけだな。はい、ただ蛇状を仲違いさせる作戦の方は失敗に終わったようです。むしろ絆はさらに強くなったような、そんな感じさえします。まるでこういう結果になると分かっていたかのような口ぶりだな。そんな、とんでもありません。ただリン、いえ鈴音先生の育てた生徒ですから、この程度の妨害など軽く乗り越えるような気はしておりました。もう下がっていいぞ。は、では失礼します。お前ももう用済みだ。ようやく、ようやくだ。争いのない楽園の誕生はすぐそこだ。決勝の相手はお前たちか。相手にとって不足はないな。蛇状を去ったものと残ったもの、因縁の対決ってやつやね。おお、みやび、随分と満ち足りた顔をしてるじゃないか。何かいいことでもあったのか。別にない。ただ全てが元通りになっただけだ。そうそう、お前たちにとっては不幸なことだけどね。はい、仲直りした私たちに敵はいません。上等じゃないか。それでこそ優勝を争う相手にふさわしい。チンチン、お前、お手からのハイジャンプ。どうよこのコンビネーション。逃げ出すなら今のうちよ。あら、うちの未来もそれくらいできるわよ。いいえ、もっと過激なことだってね。できるわけないじゃん。でもコンビネーションなら負けないよ。口での言い争いは飽きた。そろそろ始めようと思うのだが。ああ、敗北を受け入れる覚悟ができたならかかってこい。その言葉そっくり返してやる。行くぞみんな、蛇女の誇りを舞い掲げるぞ。やったよ、僕たちが優勝だ。やったね、お姉ちゃん。当然の結果ね。これで両備たちが荷物を送れるのね。おいおい、それは郵送じゃない。両備たちのは優勝ってね。どうよ。うんうん、面白くないから愛想笑いしておくね。あはははははは。全員が一丸となって頑張ったおかげだ。よくやったなお前たち。そうだ、優勝商品に何をもらうかも決めなくちゃ。確か何でもいいんだよね。リョーナちゃんはもう決まってるんだよね。絶対あれが欲しかったんだ。あの謎の人、聞こえますか？どうした？今さら私に何用だ？あの、私たち PBS で優勝しました。知っている。それがどうした？試合を見ていたんですよね。それなら分かったはずです。馴れ合いは必要ない。あなたはそう言いましたけど、絆を強めた私たちは誰にも負けません。だからもしあなたが悪いことを考えているなら、
私たちヘビ女がお仕置きをします。覚悟してください。よく言ったな、紫。みやびさん、どうやらお前が黒幕のようだな。いろいろと引っかき回してくれたが、すべてトローに終わったぞ。お前が何者かはわからん。そして何をしようとしているのかもな。だが私たちにあだなす存在ならば、全力で叩き潰してやる。そうです、私たちの絆の力は何よりも強いです。絆の力か。キリアたちもそんなことを言っていたな。そんな不明瞭なものに頼るとはな。絆の力、その程度で勝てる相手ではないのだ。真という妖魔はな。真だと？だからこそ必要なのだ、この世の楽園が。楽園だと？すぐにでも理解できよう。お前たちのおかげでな。消えたか。どうしましょう。まあいい、イムたちのところに戻ろう。大事なことをやり残しているからな。大事なことですか？ああ、優勝した喜びを分かち合う、共に戦ってきた者たちにしか共有できぬ特権だ。そうですね。じゃあ急いで戻らないと。ああ、あのみやびさん、私、みやびさんが私たちのリーダーで本当に良かったと思います。本当にありがとうございました。その思いに応えられるよう、これからも精進する。助けの手を借りることもあると思うが、その時はよろしく頼むぞ、紫。はい、みやびさん。さて、イムたちはどこだ？すでに祝杯でもあげているかもしれんな。絶対に私たちを待っててくれてますよ。確かにそうだな。ギャー！なんだ今の悲鳴は？両備の声か？みやびさん、あそこ見てください、巨大な影が。ほほほほーい、やっぱりこれ絶対楽しい。何事だこれは。リョーナさん、どうしてこんな巨大な姿に。気をつけろ紫、下手に近寄ると踏みつぶされるぞ。優勝商品で巨大になれる薬を頼んだのよ。前に一度なった時のことが癖になったみたい。ふーん、みーなりんこさんみたいだよ。もっと暴れちゃえ。前に巨大化した時はどう手を打ったか覚えているか？とりあえずぶったたいたんじゃなかったっけ？そしたらリョーナの体からプールの水に薬が染み出してきて。それだ、リョーナにありったけの水をぶっかけろ。それで体から巨大化成分が抜けていくはずだ。もうあんたは最後まで迷惑かけるんだから。怒って。
ぞ。成功だ。リョーナの体が縮んでいく。完全勝利だ。はド M も逃げ出すという超絶スペシャルなお仕置きをしてあげるわ。キャーン、絶対楽しみだよそれ。やれやれ、これで完全に終了だな。お、どうしたんだ紫、メモ紙なんか破いて。このメモが本物だったかどうか、そんなことはもう関係ないの。お姉ちゃんはみやびさんが一番でもいい。私にとってはお姉ちゃんが一番だから、それでいいの。何を言ってるんだよ、おかしなやつだな。紫は別におかしくないわよ。だってイムにとってみやびが一番なのは本当でしょ。違う。みやびは一番好きな仲間、紫は一番大好きな妹。それじゃあダメかな。ダメじゃない、ダメじゃないよ。ありがとうお姉ちゃん。これで一件落着だな。いいえ、新たな問題が勃発よ。イム、あんたにとって両備は何番なのよ。まさか2番とか3番じゃないわよね。あ、当たり前じゃないか。両備だって大切な仲間だからな。両備は一番信頼できる仲間だ。それなら許してあげる。リョーナちゃんは？リョーナちゃんは何番なの？リョーナはほらあれだ、一番変態な仲間？キャイーン！すっごく嬉しいんだけど。そうか、ならよかった。終わりよければ全てよしだな。さあ帰ったらすぐに修行を始めるぞ。私たちはもっと強い忍びにならねばならない。蛇樹の誇りを、悪の誇りを前掲げるために行くぞ、みんな！